アルパインはワシントン大学が開発したテキストベースの電子メールクライアント。ライセンスの問題からパインの開発を停止し、より自由なアパッチライセンスにて配布することを目的に2005年後半にプロジェクトを開始した。アルパインの名前はアルターナティブリーライセンスドプログラム4インターネットニュース &E メールから来ている。ワシントン大学によるリリースは2.0が最後である。 リリースの際に今後はコミュニティ主導の開発へと移ってほしいとのメッセージを残している。その後、2017年春にはソフトウェアとソースコードの配布を終了し、2019年春にはサイトを閉鎖した。ワシントン大学による開発からの継続版として2009年6月にソースフォージでプロジェクトが立ち上がった。2.03のリリースを最後に活動は、 事実上停止している。ワシントン大学のアルパインプロジェクトに貢献していたエドワルド・チャッパは各種パッチを集め自身のサイトでの開発を開始した。デビアンなどの主要なリナックスディストリビューションは現在このアルパインを採用している。Windows 用バイナリの配布も再開した。ありがとうございます。